ジェントルメン、リンの談笑の始まりです。キャッパーイ、いい気持ちでち、ってもっと見たいでち、オッケー、わかりました、任せてください、よく見てるでち、ブレイキン、イエイイエイイエイ、キャッパーイ、ブイ、カモン、ベイビー、決まったでちね。今日も始まりました、マサムネ兄さんの総合格闘技アワー、実況は私リンと解説は母でございます。よろしくでち。本日の対戦相手はマウス選手でちが、コミカルな動きで猫の遊び心をくすぐるいい選手ですよ。おっと、マサムネ選手得意の寝技に持ち込みました。丸太のようなバーディーがいかんなく生かされてます。伊達に太っているわけじゃないでちね。おっと、マサムネチェンジ、足を怪我したのでちゃうか。多分ただ痒いだけですね。とここで第一ラウンド終了。マウスのやつしぶといね。毛繕い屋を切り盛りするマサムネ兄ちゃん、今日もお気に入りのカゴベッドでお客を待っているのだが、暇だにゃん、お客さん経営にゃん、今日は予約入ってたっけ、眠くなってきた。毛繕い屋の経営に不安を感じる外野をよそに、うたた寝をするマサムネ兄ちゃんと、そこへ予約したリンデチよ。あ、いらっしゃい、こちらへどうぞ。じゃあお邪魔します。デチ、よいちょっと。で、今日はどんな感じで。いつもの毛繕い10分コースでお願いします。デチ、了解。早速仕事に取り掛かるマサムネ兄ちゃんと、突然カップ、カップは頼んでませんが、特別サービスです。嬉しくないサービスでちね。